第一志望の最下位の子っていうのは自分に自信をなくしてしまって、だんだん成績が下がってしまうっていうことが分かってるんです。ずっとあんたバカねって言われ続けたような子でも伸びるんですよ。全然その子の特性知って、特徴知って、そのアプローチの仕方さえ分かってれば伸びていくので。自己肯定感が低いっていうことの裏側には人と比べちゃうっていうことがあるんじゃないかっていうふうに思うんですね。勉強することで身につく能力って認知能力っていうふうに言います。経済学や心理学ではこの認知能力を測るために、用いられるものとして学力テストとか、IQ テストっていうのがあるわけですね。なので学力テストの点数が高かったり IQ テストの点数が高かったりすると認知能力が高いというふうになるわけです。なんだけれどこれ実は重要な点があって、認知能力っていうのは一言で言うと何かっていうと考える力なんです。だからテストの問題を解く力じゃないんですよね。でこの考える力が高いことっていうのは実は将来の収入だったりとか学歴に影響してるっていうだけではなくて、例えば幸福感だったり長生きできる、健康面だったりとか、あるいは社会安定的な生活とか将来のさまざまな成果につながっています。やっぱり考えることで人間は幸せになれるっていう面が私はあるんだと思うんですよね。なので勉強することで考える力が身につく、それは将来のさまざまな利益をもたらすということだと思います。その通りだなと思いますよね。特にこう SNS、ネット社会になってから考えるっていう機会がどん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 欠如していってるんですよね。特に子どもたちの世界で。なぜかっていうと、SNS 開けば正解があふれてるので、もう自分で考えなくていいんですよ、子どもたち。でもやっぱり自分で何を考えるか、何を創意工夫するかっていうことが絶対将来につながっていくので、そこはやっぱ必要だなっていうところは思いますね。ちょっとだけ意見を付け足させてもらうと、やっぱ子どもたち、特に小学校高学年から中学生は自己肯定感が本当に低いんですよね。で私もともと塾講師やってましたけど、年々それがひどくなってる印象があります。で、勉強って本来はその教科書載ってるものを暗記してっていうところから外していきたいところなんですけど、でもすごく身近に努力したものが成果として分かりやすいものだと思ってるんですよね。成長実感を味わいやすい、だから自分の自己肯定感を高めるっていう上ではマストではないですけど、勉強っていうツールがすごく子どもたちにとってはプラスに作用するっていうのも個人的には思ってるとこです。自己肯定感が低いっていうことの裏側には人と比べちゃうっていうことがあるんじゃないかっていうふうに思うんですね。自分が自分の友達よりも勉強ができない、スポーツができない、あるいは、人間関係の構築が、あまり得意じゃないみたいな感じで、人と比べてできない点をたくさん分かっちゃうと自己肯定感が低くなるっていうことが起こるんだと思うんです。でなので私たち そのビッグデータを使って、埼玉県のビッグデータを使って行った研究だと、第一志望の最下位の子と第二志望の1位になった子っていうのを比較すると、第一志望の最下位の子っていうのは自分に自信をなくしてしまってだんだん成績が下がってしまうっていうことが分かってるんです。で第二志望の1位になった子、残念ながら第一志望の学校にギリギリ落ちちゃって第二志望の学校で1位になった子っていうのはその後どんどん伸びていくっていうことが分かってるんですよね。で私この発見とても大事なことなんだっていうふうに思っていて、子どもたちってやっぱりすごい狭い世界で生きてるので、自分の半径5メートルの周辺にいる子どもたちと自分を比較して自分のことをできるやつなのかできないやつなのかというふうに思っていると。でできる集団の中にグーグー入ってしまうと自分の能力は相対的に低くなってしまうんで、で自信を持てなくなってしまう。なので実は進学校の方が自分に自信を持っているっていう子どもの割合が低いっていうことが知られていて、でこういうふうな状態じゃなくするっていうことが大事なのかなって、要するに人と比べるとどこまで行っても自分より能力の高い人は世の中にはいくらでもいるわけであって、自分はできないやつなんだなんて思っていたら一生できるようになんかならないんだと思うんですよね。でそうではなくて、やっぱりハイチさんがさっきおっしゃったように小さな成功みたいなもので徐々に自分に自信をつけていけるっていうことの繰り返しでこう成長していけるっていうことがすごい大事なのかな。だから人と比べないで自分の能力を伸ばせます。
でそのことを素直に認めて、周囲の人もそして自分も素直に認めて成長していける環境、そういうのがいいと思います。なので得意なことを伸ばすということでもいいし、好きなことを伸ばすっていうのでもいいし、その自分の自尊感情を失わないように自分の能力を高めていける環境っていうのが、私はいい学校なんじゃないか、いい学習環境なんじゃないかって思うんです。だから保護者の人には偏差値の高い学校がいい学校だと思わないでほしいっていうことをいつも言ってて、偏差値のすごい高い学校に滑り込んだとしても、さっき言ったみたいに第一志望の最下位になっちゃったら本当に自信が持てなくなっちゃうかもしれない。それよりは部活動だったりとか、あるいは文化祭だったりとか、あるいは修学旅行だったりとか、その勉強以外のいろんなことを自分の子供に合ってるかどうか、で子供自身が合ってると思えるかどうかっていうところで学校選びをしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。中3の夏休みに入塾してきて政府の計算できませんとか、もう全く驚かないんですよ。そういう子ばっかだったから、学校でも親にもずっとあんたバカねって言われ続けたような子だから、もう勉強に前のめりなんか全くないんですよ、そんな微塵も。でも伸びるんですよ全然。その子の特性知って、特徴知って、そのアプローチの仕方さえ分かってれば伸びていくので、子供のことを知ってるっていうのはやっぱりいい先生、まあ、よく見てるってことだと思うので、大事なポイントなのかなとは思いますね。私はなんかやっぱ評価の軸っていうのは学力だけではなくて、もうちょっと多様にした方がいいかなっていうふうに思うんですよね。例えば経団連が今新卒採用をやるときに一番重視してるもの何ですかって毎年企業にアンケートを取るんですけれど、それの第1位って16年連続コミュニケーション能力なんですよね。でこれうちの学生がいつも言います。学校の成績よりも何よりもコミュ力が大事だと大学生は言うんですよ。実は社会に出てから求められる能力って勉強だけじゃないんですよね。でそのことをみんな知ってるはずなのに、なぜかみんな5教科の勉強に夢中だっていう話があって、私はこれは実は子どもの教育をする上で重要な機会をミスする何かになってるんじゃないかと思ってます。今ある通知表って別にいらないよなって実はちょっと私思っちゃってる人間なんですよね。多分中村先生の話もそういった類あると思うんですけど、でもなんでじゃあ5教科の科目のその勉強にとらわれるかって、やっぱ受験があるからなんですよ日本って。どうしてもあそこを通らなきゃいけないから、国数 AD 社やんなきゃいけないし、で栄養入試がこれだけ多くなりましたけど、じゃあ一芸に引いてそこが突破できるかって、その保証がないので、そもそもなのでやっぱり5教科に行っちゃうんですよね。だから、まあ、今あるこの通知表がなくなるってのは難しいとは思うんですけど、一番は最終的には子どもたちが自分で自分の成長をちゃんと把握できるプログラムを作ってほしいんですよ。つまり自分が何かを興味を持って研究し始めました、1年を通して何かについて学んでいきますって、じゃあ4月の時にはこういうことしか知らなかったのに3月の段階ではここまで知ってる子になったよね、人にここまで説明できるようになったじゃんみたいな、それがちゃんと実感できるようなプログラムがあったら、もはやもう通知表なんていらないと思うんですよ。自分だけで褒められるより、会社でもそうですけど上司の方から褒めてもらった方が嬉しいじゃないですか絶対に。だからそこの子どもたちの自分に対する褒めだったりとか自己肯定感にブーストをかけるために、学校の先生がほにゃららはこんなんだったのにこんなことまでできるようになってんじゃん、でコミュ力一つ取ったら、で例えば映像を撮っといてあげて、お前4月の発表覚えてるって見てみるか、こんなんだったんだぞって、お前今3月こんな感じで説明できてるじゃん、すごい変わっただろって見せてあげるだけでももう十分な通知表だと思うんですよね。だからできなかったところをもちろん伝えるのは大事なんですけど、そっちよりはできるようになったこと、いいプラスの意味で変わった変化っていうものを見せられるものが、まあ、通知表というか、これからそのなんだろう、国数 AD 社だけじゃない部分でなんか可視化できたらいいなとは思いますね。